ではこれまでのあらすじ。グレイグ率いるデルカタール兵の追撃を振り切り見知らぬ地へたどり着いたミカミックスと神は旅の汗を流すためホムラの里の虫風呂で休むことにって、これ一緒じゃね、同じか。ベロニカと会いましたと。あ、でこっからか。ミカミックスはベロニカの双子の妹セーニャとも出会い、二人が勇者を導く使者で、かつて邪悪の神と戦った勇者の生まれ変わりが自分だということを知る。一行は再び勇者が誕生した理由を突き止めるため勇者とゆかりの深い命の大樹へ向かうことに。命の大樹へ向かう手がかりを求めたミカミックスたちは、情報屋のルパスからサマディという王国で大樹の枝とおぼしき七色に輝く枝を見たと話を聞く。ベロニカとセーニャを仲間に加えた一行はサマディ王国へと向かうのであった。ようやくね、4人になったからね。しかもバランスのいいパーティーで、今のところは。というわけで、はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11、やっていきましょう。では、次は、まあ先ほどにもあった通り、サマディ王国へ行くので、左下の方ですね。ちょっと一旦こっち側から下へ降りて向かう感じかな。ドルイドとかはちょっと無視していくか。あー、こいつは無視できねえな。倒そう。道を塞いでいた。3体。あ、そう、デインが強いんだよね。ドルイド C、 ベロリカ結構食らう。さばきのイカズチを食らえ。強い、マジで強い。で、まあ、前もね言ったかもしれないけど、ベロニカちゃんがあと意を覚えてくれればね、また違うと思うんだけど。あれ、なんか変なやつがいる。こいつなんだ。ちょっと戦ってみようか、せっかくだから。はい、げー、なんか荒くれ者のぬすっとウサギとか。デイン使う、やっぱり。くらえ。18、攻撃力高えな。っていうか多分防具がしょぼいからね。ちょっと端から例によって見ていきます。何かがあるかもしれない。内側とかない。ここは、ここなんか特にってなんもねえな。おお、すごいね、景色はすごいよな。まあ、FF みたいにリアルなのもね、まあすごいとは思うけど、こういうちょっとアニメタッチでリアルなのもまたいいよね。で、アイテムを回収。磨き砂、砂か砂鉄みたいなものかな、ヤスリみたいなものか。またこのウサギと戦おう。ドルイドが来たか。ここは一体なの、っていうか魔法塔かけられてるし、ぶん殴ってる。痛い、マジで痛い。ギラメラの方が良くないか。一安心ですね。お、あっち宝箱見える。あの宝箱を回収して、地図上にあるのあれ神父さんだよね。神父さんマジでどんだけ旅してんの。やった、小さなメダルをゲット。早く小さなメダルを交換できるところに行きたい。大変だっち、大変だっち。このままじゃヨッチ族が大変だっち。誰かに助けてもらいたいけど誰もオイラたちが見えないっち。もうどうしたらいいか分かんないっち。本当にピンチっち。こいつそうなの、え、まさかオイラが見えるっちか。いや、見えない。嘘はいけないっち。あなたは絶対見えてるっち。
オイラが見えるってことはあなた勇者様っちね。やった、とうとう見つけたっち。はじめまして勇者様、オイラはヨッチ族のクルッチ。いきなりだけどお願いがある。オイラたちヨッチ族のピンチを救ってほしい。どうかお願いします。やった、勇者様ならそう言ってくれると信じていた。なあミカミックス、さっきからお前誰と話してるんだ。ああこいつらには見えないんだ。暑さでぼーっとして幻でも見てるんじゃないでしょうね。じゃあ早速勇者様たちを村へ案内するっち。ただその前に今の状態を冒険の書に記録してもいいっちかって。なんで。まあじゃあ記録しますか。よし記録できたっち。それではヨッチ村に出発進行。おお 2D になった。ヨッチ村、どうなってるの。いきなり目の前に村が現れたわ。なんて可愛らしい。この方は一体。あなたたちは勇者様の仲間っちね。言ってなかったけどヨッチ村には不思議な力が満ちていて、村の中だけは普通の人でもオイラたちヨッチ族の姿が見える。ヨッチ村？ヨッチ族？いきなりそんなこと言われても何のことかわからん。話があるならちゃんと相手が分かるように説明しろと。じゃあ説明するっち。オイラたちが住むこのヨッチ村はロットゼタシアとは時の流れが違う全然別の場所にある。時の行く末を見守る一族、オイラたちヨッチ族はある使命を果たすためずっとここで暮らしている。オイラ勇者様のことを長老に伝えないといけない。だからここから先は長老様に聞くっち。長老様は村の階段を登った先にある祭壇の間にいる。じゃあオイラ先に行ってるっち。おおいいね、なんか壺がある。え、壺を割るの早っ。てかさ、カミュってさ、ドラクエ6の勇者みたいだよね。ちょっと待って、帰ろうとしてたし。ドラクエ6ってそもそも勇者でいいんだっけ。長老に会えと。宿屋があるね。早い、17円。壺割るの超早い。超楽なんだけど。これ何屋さん。あ、銀行か。いや、お前らに金は預けたくねえよ。で、これは教会だよね。ヨッチ族の使命が果たせないってお父さんが落ち込んでいた、どういう意味かしら。教会、壺がある。とりあえず壺割っていこう。いや、いいなこれ、早えな。壺サクサク割れるよ。これも、はい。これ普通の家。ずっと昔から続く4つ族の使命を果たせないかもしれないなんて一族の歴史でも初めて。こんなピンチな時にみんなのまとめ役にならないといけない長老様も大変。あ、そう、まあその報酬としていろいろ漁らせてもらうぜ。樽も壊すの早いな。はい、20円。くそー、ろくな報酬がねえな。ヨッチ族はヨッチ村でご先祖様から受け継いだ大切な使命をずっと果たしてきた。でもあんなことになってしまうなんて、このままで使命を果たすことはできない。どうすればいいのか。酒場、可愛い子とかは全く期待できないからな。もうとりあえず壺、壺と樽、これに一途の望み。19円とか。いらっしゃい、よく来たわね。ここはヨッチ族が憩いを求めて集まる平和と安らぎの酒場。ヨッチ族の好物はもちろん人間が飲めるものも置いてある。クルッチが戻ってきたことは勇者が見つかったってことか。もう使命を果たすことはできないと思っていたが、勇者様が来てくれたなら少しは希望が見えてくる。祭壇の間には大切な本がたくさんある。それをきれいにお手入れするのが私のお仕事。それなのにあんなことになっちゃってショック。おお、人間がヨッチ村に来るなんて珍しいな。ヨッチ村は人が住むロトゼタシアとは時の流れが違う場所にあって、人間が来ることはほとんどない。おお、人間を見たのは初めてだ。仲良くしてくれると嬉しいっちょ。あれ、あ、なんだ、これ光ってるって思ったら、まあ、光ってるは光ってるんだけどね。あれ、違う色のやつがいる。お前何者だ。あなたが噂の勇者様。確かに今まで感じたことのない温かな力を感じる。さあ長老様がお待ちかねよ。祭壇の間にいるから一刻も早く会いに行ってあげて。ここか。
勇者様見てください、間違えした、長老様見てくださいって勇者様が来てくれた。勇者様、ようこそヨッチ村へ。わしはヨッチ族の長老ジョロッチ。わしらはある使命を果たすために勇者様を探していた。まずは周りにある祭壇をご覧くだされ。それぞれの祭壇にあるのは冒険の書。それには異なる世界に生きた伝説の勇者の功績が刻まれている。我々ヨッチ族に与えられた使命はこの冒険の書を守り、正しい勇者の功績を後世に伝えること。そのために我らヨッチ族はこの祭壇の間で冒険の書を大切に保管しずっと守ってきた。しかし見てお分かりになる通り、最近何者かによって冒険の書が破られたり黒く塗りつぶされたりしている。一体誰がこのようなことをしたかは分からない。とにかくこのままでは冒険の書の正しい歴史が失われてしまう。そこで勇者様には冒険の書の世界に入り、冒険の書を元の姿に戻してほしい。冒険の書の世界に入るにはロトゼタシアの各地に存在するという冒険の書の合言葉が必要になる。実は今たくさんのヨッチ族がその冒険の書の合言葉を探すためロトゼタシアに出向いている。今後ロトゼタシアでヨッチ族を見つけたら、彼らから冒険の書の合言葉を聞き出して戻ってきてくだされ。さすればここにある冒険の書の世界に入ることができる。さてクルッチ、まずは先日お前が見つけた合言葉を勇者様に教えて差し上げなさい。勇者様、これを教えてあげるっち。冒険の書の合言葉を教えてもらった。始まりの祭壇の冒険の書の世界、ガライの街。これドラクエ1じゃん。そういうこと？それでは早速ですが、あちらの祭壇を調べ、冒険の書の世界で何が起こっているか確かめてきてくだされ。え、昔の作品のところに行けるってこと？それすげえな。石碑には始まりの祭壇と書かれている。ここから冒険の書の世界に行けそうだ。どの世界に行きますか？3つある。ガライの街行こう。え、超ワクワクするんだけど。うおお、ドラクエ1だ。これガライの街ってこんなんだっけ？げ、しかもフォンデュって、いやフォンデュはいなかったよね。敵はドラクエ1ではないな。ただ戦闘音は、てか音楽はもう全部ドラクエ1だね。人がいる。うわ、ちょっとエンカウント率高えな。スライムギラ音ないよ。ドラクエ1ってね、怠慢だからね。1対1の勝負だから。いやでもすごい、宝箱、スライムゼリー。いやそんな落とさないでしょドラクエ1は。おお、旅の方聞いてくださいまし。ここは偉大な銀打ち人ガライの名を継いだ昔語りの町。先日旧人魔物がやってきた。ガライの墓に忍び込んで彼の遺産の銀の盾ごとを盗み寄りました。銀の盾ごとはただの遺品ではありませぬ。ひとたびかき鳴らせば音色で魔物を引き寄せるあやかしの品。魔物はこの町で銀の盾ごとをかき鳴らし、止めどなく町に魔物を呼び寄せている。町の者はみんな逃げてしまいました。このままでは町は滅びてしまいます。どうか銀の盾ごとを盗んだ魔物を倒し、町に平和を取り戻してくれませんか。クエスト、報酬金のブレスレット。魔物はこの町のどこかに潜んでおります。暗く見えるような場所にも道は隠れているもの。町の中をよく探してください。街の中は魔物であふれかえっていますと。え、これさ、どこまで行く？お騒がせリサイタルって。ガライの墓の中まで行くって言ったらちょっとめんどくさいよ。いや、ここはなんか、そのままだね。不思議な平ね。てか、宝箱そのままパクれるんだ。で、そしたらこっち行けるっしょ。で、ガライの墓があるけど。なんか、え、天な、なんて書いてあった？天聖なん、わかんねえ。モッツァレーラとかいうの出てきたよ。これちょ、ポンデュガタフト。げ、みんな、ポンデュ狙えたね。ベロニカは平気だった。強い。聖には強い子だ。何？げ、23。それなりだな。ドールマン、えった、やべ、危ねえ。この
AI だとさ臨機応変に変えてくれるからね行動。命令させるだと一回決めちゃったらさそのターンはもうその通りにしか行動しないじゃん当たり前だけど。結構経験値持ってんだ。妖精の面か。はあこいつなんだ。てか今普通に敵が出た。まだ話しかけてない、まあ、こいつ倒せばいいって言うんだったら割と楽だな。まあ、最初のミッションだからそんなもんか。ガハハこいつはいいや。この銀の盾ごとをかき鳴らせば客がどんどん集まってくる。おおなんだ人間か。お前も俺の歌を聴きたくて来たのか。なんだって銀の盾ごとを返せだと。バカ言っちゃいけねえ。こんな夢のような書き返すもんか。俺はドラムゴート族のはみ出しもん。生まれつき音痴で誰も俺の歌なんか聞いてくれなかった。だがこの銀の盾事があれば俺の歌を聴かせる客に困ることはね。毎晩リサイタルしてやるぜ。っていうかさ客には困らないけどさみんな逃げてくよね。むしろ金返せってなるよ。いや金取ってないと思うけど。俺の邪魔をするやつは許したね。魂のビートをこの身に刻みやがれと。うがーん。なんなんだこいつは。なんかあるけ特技。火炎技でもやってみる。ほら30。強いは強いね。あスライムゲッ。いろいろ来た。どうする。まあ周りから排除するか。マジックバリア全員にかかるんだったら結構いいかもね。とりあえずかけておく。うおうおうおお。あこれショックか。あウガーンにやっちゃった。転んでって書いてあった今。転んでんの。ああやばいこれはちょっとやばい。ベスから倒すか。せにゃ毒地獄のリサイタルゲー半分。うん、なんだなんだなんだ。ああこれ初めてゾーンになった。ゾーンってこうなるんだ。確かに 2D だとよくわかんねえな。472カミュレベル14。こいつ回復魔力全然ないな。回復の特技覚えないんだろうな。これなんでさ初めっからなの。まあスキルポイントは分けないけど。銀の盾ごとを盗んだ魔物を倒した。ガライの町にいるおじいさんに報告しよう。あれこれ行けんの墓の中。この先は真っ暗で進めそうにない。そうドラクエ1のダンジョンって真っ暗だからね。松明とか使わないと何にも見えないんですよ。いやーいいね。おお旅の方銀の盾ごとを取り戻されたんですね。渡してくれませんか。はい。魔物に怯えて逃げてしまった町の人々も戻ってくるでしょう。これは私からのお礼です。金のブレスレット。この銀の盾ごとは元通りガライの思い出とともに墓の奥深くへ戻しておくとしましょう。旅の方あなたのおかげで銀の盾ごとを後世に残すことができます。本当にありがとうございました。おお人が集まってる。私噂で聞いたのですが何でも勇者様がダダトームのお城を旅立たれた。別にここって大して来る意味ないからねこの町自体。寝れんのこれ。救世主様じゃないですか。えそれだけ。なんか売ってる武器。お買い物ですか。すいません。魔物に品物を奪われてないか確認しているところ。買えないんだ。この子かわいいね。このハゲ。偉大な吟遊詩人ガレが作ったというこの町が魔物に奪われるなど二度とあってはならないことだ。あでよくよくさ見てみるとさ町が縮小されてねもうちょっとね細長かった気がする。まあいいかもう帰るか。いやでもなかなか面白い冒険だった。まあ、完全にサブストーリーではあると思うけど。ミカミックスはヨッチ族に、じゃあ、ヨッチ族の長老に冒険の種の世界だったことを話した。なんと冒険の種の世界のガライの町が魔物に襲われていた。
これはわしの予想ですが、おそらく冒険の書が怪我されたことで中の歴史が書き換えられたんでしょう。書き換えられた歴史を元に戻すためには冒険の書の世界で困っている人の頼みを聞き解決すればよいのではないでしょうか。ロトゼタシアにいるヨッチ族に話しかければきっと見つけた冒険の書の合言葉を勇者様に教えてくれる。そして冒険の書の合言葉を集めていけばいつか全ての冒険の書を元に戻すことができる。勇者の功績を伝えるという4つ族の使命はあなたの活躍にかかっている。よろしく頼みましたぞ勇者様。物語には関係なさそうだけど面白いは面白いね。いやちょっと行かないけど、悪霊の祭壇、これドラクエ2でしょ絶対。伝説の祭壇いいね。伝説への祭壇か。そして伝説へ導かれし者、天空の花嫁か。次は天空の花嫁だ。幻の大地、あーいいね。セブンはなんだっけ忘れちゃった。あエデンのか。でエイトが呪われし姫君で、9はやってないだから分かんない。星空の祭壇で10もやってないから分かんない。目覚めし者の祭壇、3つあったよねこれ。ってことは30個あるってこと全部で。結構いっぱいあんな。やっぱ3とかがね楽しみだよね。そうしたら俺的にはこのまま帰っていいんだよね。もう帰ろう。てかヨッチ族ってさどこにいたっけ、もう忘れちゃったな。ロトゼタシアじゃなくていっちゃん最初のところは覚えてるけどもう帰れないっしょ。どうやら長老の頼みを聞いてくれたっちね。ありがとうっち。わしはクルッチのおじのおじっちなったそりゃ。勇者様が戻ったらこれを伝えるように長老から頼まれてたっち。耳を貸すっち。冒険の書の合言葉を探しているヨッチ族の大体の居場所を教えてもらったって、X をして戦歴から合言葉ヨッチリスト、リストを活用しながらヨッチ族を見つけてくださいと。戦歴これか。ヨッチリスト、ヨッチの場所、全然わかんないじゃねえかよ。まあいいや。じゃあちょっと関所通過しますか。なんだお前たちは、こっから先はサマディ王国の領地、通行手形を持っているのか。小結び通行手形を見せた。確かに通行手形に間違いない。よし通っていいぞ。普通に行けたね、あっさりと。でもこれはあれかな、さっきの冒険の書はこう物語と同じ強さかね。なんかいきなり入り込んでさめっちゃ強い敵がいたらそれはそれ困るんだけど。で、サマディ地方来たのでサマディ王国、下のくぼみちょっと気になるな。ちょっと下のくぼみに行きたい。何かがあるかもしれん。これ別に敵とかじゃないよね。あキメラがいる。前方にキメラあり。ほらすげえいっぱい出てきた。神はとりあえず早い。11 14。てかベロニカが本当にやばいな。ちょっとキメラに手を打つ。硬い硬いってか強い。相手キラー、よしいいね。カイン切り、うわこれさマジでベロニカ食らったら、あやばい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 、死ぬぞこれ。セーニャ回復を頼む。回復が早いと信じるぞ。よしベロニカ下げようこれ。今3番目にいるよね、一応4番目にしとこう。終わったな。おおレベル上がった。新しい呪文覚えた。魔法トーン、よしいいよ来たね。ちょっとスキルポイントも振り分けよう。ベロニカ何がいいんだっけ。魔導書か両手、どっから行く。あ魔力が上がるね、これちょっと上げよう。8ポイントも使うんだ。不気味な光、最大マジックパワー10、こっ
っちは耐性、下は行きたいけどな、ちょっと右に行く？急襲2パー。これも取っとくか。取れるし。で、次。悪魔払い。これも取れんじゃね？取ってこう。ちょっと両手スキルを取っていきますか。戦闘勝利時マジックパワー回復。魔封じの杖。最大マジックパワー祝福。攻撃魔力プラス10か。ちょっと攻撃魔力上げていこう。聖にはちょっとレベルが上がったら振ろう。てかさ、あそこにあるな。敵強えな。敵が強いから先にサマリー王国行って、少し防具を揃えてこよう。これ取ったら。サンドフルーツ、コットン草。このウサギ団はね、雑魚だから。いや、雑魚っていう雑魚でもないけど。ただ、デインは使っていく。大きくいって、やべ、神もやべ、俺もやべ。お、レベル上がった。ちょっとスキルポイントにはどうにもなんないな。新しい呪文覚えた。ピオラかー、いらない。ああ、しかも振り分けしなかった。ちょっとスキルパネルいきます。セニャ、スティック槍盾ごと、何がいいんだろうな。スティック回復魔力プラス10、ットポイント半分以上の時即死を免れるか。キラキラポーンってなんやねん。デビルンチャーム、悪魔系の敵魅了。盾ごとは耐性だね。仲間全員のっていうのが結構いいよな。使い道はありそう。スティックスキルをちょっと取ってくか。ちょっと聖には何取ったらいいのかっていうのが難しい。戦闘勝利時マジックパワー回復、デビルンチャーム、杖装備時連携あり。これにしよう。よし、一緒これで。で、ちょっとサマディ王国行こう。もうあっちか。ちょっとまずは武器防具を揃えたい。金が足りるかっていう問題もあるけど、ブラウニーがいる。ブラウニーはちょっとつきたいけど、回復しとこう。満タンで。ほら、で、デイン使ってく。もう街が見えるからね。マジックパワーは惜しみなく使おう。あ、てか回復したんだ、メラ。てか、イを使えよ。食らうね、クラウニー。しかも勝て。げ、弾かれたとかマジかよ。デビルチャーム魅了した。こいつ悪魔系なの、そもそも。げ、なんだ、メラがめちゃくちゃ弾かれるんだけど、どういうこと。てか魔法弾いてくんのかよ、獣の骨。あとこっちの端の方も一応見てはおきたい。ああ、あるじゃん。これ回収しよう。サバンナウッド、なんだろうね。まあ、木の棒なんだけどね、簡単に言うと。こっちの方はもうないかな、何にも。よし、ちょっとそのままもう王国へ向かおう。サマディ王国へ。あ、馬のベルがあるじゃん、ここに。てかこれ入れんの？なんか閉ざされてんだけど。
通に入れた。サーカスっぽいのがある。呼ばれていてね、城の裏のオアシスの上にレース場があるの。前にここに来た時、年に一度特別なレースが開催されるって聞いたわ。きっと今はそれで賑わってるのよ。ふん、馬のレースも面白そうだが、俺たちの目的は大樹の枝だからな。忘れんなよ、おちびちゃん。何よ、ノリが悪いわね。あんな奴はほっといて、この街を楽しみましょう。さて、サマディ城下町。ようこそ旅の方、サマディ王国、馬のレースで有名な騎士の国。馬のレースは一般の者も参加できるぞ。もし参加したかったら西側のレースハウスからレース場に行くんだな。そうなの？一般人もできるんだ。サマディの王族は16歳になると馬のレースに出場するしきたりがある。今年はファーリス様が出場する年。サマディ建国以来最も優れた王子、そう呼ばれているファーリス王子様ならレースでもとっても速いんでしょうね。こいつはなんだ。ファーリス様ってはとっても優秀なのに、その優秀を私たちに見せてくださらないの。でもその奥ゆかしさが素敵。ああ、どんな時も王子様のことが頭から離れないわ。すげえキャピキャピしてるな。俺左の子の方が好みだな。で、ちょっと覗こう。武器屋。うちは王国の騎士たちも御用達の店だよ。ファーリス祭を見ていくついでに切れ味抜群の武器もどうだい？レイピアは弱くなるね。鉄の体験も、体験は使わないでしょ。毒ガのナイフ、クロスブーメランはもう持ってる。フラワースティック1か。1だったらちょっと買う価値はないな。妖精の杖、これはそこそこ上がるね。鉄槍、あ、そうか、戦には槍も装備できるけど、いやー、攻撃力は上がるんだけどな。バトルリボン、無知か。杖は攻撃するとマジックパワーを吸収できるっていうのがいいよね。いや、杖で行こう、普通に。なのでここはちょっと妖精の槍は買っておこう。じゃあ妖精の槍じゃない、妖精の杖。てか1000円もすんだこれ、たっけえな。これ防具買う金ある？絶対足んないでしょ。鎧はなんとか揃えたいな。あれ、内側から鍵がかかってる。あ、ここ防具屋じゃねえじゃん。ちょっとこの子に話してこう。え、パフパフしましょう。いいでしょう。はい、じゃあ私についてきて。ちょっと待って、あ、そういう店、これ勝手に行っちゃうのかな。ちょっと今パフパフもそうだけど、今防具、俺純粋に防具が欲しい。金取られたらたまったもんじゃないからな。踊り子の服1300円もするんだけど、超高え。でも超上がる顔。セーニャ装備する。1400円、レザーバンド、神が上がるね。てかベロニカなんとかしたかったんだけど、とりあえず売れるもん売ろう。革のドレスだよね多分。うわー、金ほんと足りんわ。騎士団の服いらん。クロスブーメラもいらない。でベロニカ、イバラのムチもいらない。手に入んないとかどうでもいい。で絹のローブもいらないでしょ。で青銅の槍も売ろう。いや、いらない、いらない。あと装備袋に入ってるやつ、バンダナ、
革の帽子、ちょ網タイツは欲しい、取っとく。あ、布の服何個あるの、なんでこんな持ってんだ。銅の剣、ブロンズナイフ、革の盾、旅人の服、ヒノキの棒、エマのお守りもいらないけど売れない、革の鎧、鉄の剣も売っちゃおう。で、金のブレスレットは持っておく。純金製の腕輪って書いてあるけどさ、175円でしか売れねえんだけど、どういうこと、大した価値ないのかな金、この世界では。で、顔のレス、まず鎧を揃える。で、ベロニカでしょ。で、次ベロニカの守備力ってうさ耳バンド、これ装備させよう。てか両方超上がんな。まあいいや、ベロニカに装備させよう。で、セーニャにも買ってあげよう。てか元々さ、カブト何にも装備してなかったんだ。シルバートレイはセーニャが装備できんな。あと変えてターバンだからな。ミカミックスもターバン結構上がるね。ただセーニャにシルバートレイを装備させておきたい。で、ちょっとセーニャの部屋75円にしかなんないけど、あ、別にいいよ。セーニャのステッキで、ヘアバンド、ん、ちょっと待って、ヘアバンド売って、金のローブも売っちゃおう。これで600円になった。で、ベロニカ両手勢だから盾は装備できない。ターバン、ミカミックスも一応前線だからな、装備させとこう。羽帽子は、あ、全然ダメだ。あとターバン1個か。とんがり帽子35円にしかならんわ。ヌストローブとか1500円で売れんだけど、まあいっか。あ、そっか、あと火事やって、太っ腹、火事やってなんか売る、鉄の剣でも売る。セーニャに金のブレスレットを装備させよう。で、あとなんか網タイツとか、だからセーニャ変わってるし、あれ装備してるからか、踊り子の服だよねこれ。うさ耳バンドは、うさ耳バンドは別に、見た目踊り子スタイルなし。踊り子スタイル結構いいな。まあいいや、編みたいって飛びさせよう。魅力が結構わかんだけど、よし。で、並び替えをする。どうやって並び替えするの、入れ替えかな。1番2番、え、ちょっとこうやって変えんの。じゃあこうのこうかで決定、よし、 OK、 これでいきましょう。ここに女の子がいる、話しかけとこう。特定のモンスターの中には長く生きすぎたことで転生して姿や名前が変わった魔物がいる。そういったものは滅多に現れない分、すごく貴重なものを持っている。一度でいいから会ってみたい。へえ、これなんかさっき会わなかった、なんか文字的にそんなことが書いてあった気がするんだけど、ガライの街で会ったやつ。あ、いや、樽を壊すのにちょっと時間かかるな。さっきサクサクできたのに、もうなんだか喧嘩してるぜよ。この人ったらどんくさくて、さっきから馬の糞を踏んでばかり、せっかくの旅行が台無し。こんな馬臭い人と一緒に歩きたくない。どうせ付き合いならファーリス王子みたいなハンサムで何でもできる彼氏がよかった。かわいそうに。こいつは話しかけとくか。珍しいものがたくさんある。いくらお店を回っても飽きない。珍しいものの中に大樹の枝というのがなかったか。サマディの国宝にそんなものがあると聞いたことがある。王様に牙をかるかも。王様は中央の階段を登った先のお城の中。あとクエストか。クエストを受けておこう。一応女の子に話しかけとこう。私は強いものが好き。サマディの至宝と言われる王子様がファーリス杯で走るのを見に来た。ファーリス王子は強くてたくましく、大変爽やかで美男だと聞く。レースでもさぞ速いのだろうな。めちゃくちゃ人気じゃん。羨ましいやつだな。お客さん、もしかしてサマディ名物サボテンステーキをご賞味なのかい。もしそうだとしたらすまないね。今サボテンステーキは絶賛改良中で、ちょっとお休みさせてもらっている。サボテンゴールドが持つゴールドサボテンを材料に使えば改良がはかどる。私の力じゃ手に入らない。お客さん、なかなか強そうだね。あんたならサボテンゴールドを倒してゴールドサボテンを手に入れられるかも。新しいサボテンステーキのためサボテンゴールドを倒して、ゴールドサボテンを手に入れてきてくれと。
OK。ゴールドサボテンを落とすサボテンゴールド、サマディ地方のサボテンボールと戦っているとまれに現れる転生モンスターか。めったにお目にかかれないけど、何度も何度もサボテンボールと戦っていればきっと出会える。サボテンゴールドじゃなくてゴールドサボテンは1個でいい。了解だ。とあとここにも女の子がいるから話しかけておこう。かわいいお兄さん、今度ファリス祭の予想を教えてあげようか。本命ファーリス王子、現サマディ王の優秀な血筋を受け継ぐ我が国が誇る秘蔵子。噂ばっかりだった王子様が長き沈黙を破っていよいよ出場。期待は高まるもの、前評判は1番。名騎士大食い、前回ファーリス杯で圧倒的な速さを見せた覇者。てか普通の予想だな。この子はサーカスの踊り子、ここでサーカスの出番を待ちながらサーカスの宣伝をさせてもらっている。特別にシルビアっていう有名な旅芸人も出演する。サーカステントにおいでくださいなと。あ、そうだ、パフパフ忘れてた。いなくなってる。俺のパフパフもう開いてないのかな。開いてる。え、ちょっと待って、こっち行くとどうなの。なんか怪しげな部屋だけど、ブドウエキス、いいものは手に入れた。きつけそう。なかなか珍しいもんがあるね。っていうかさ、金だけパクられないかどうかだけちょっと不安だよね。色もそことなく怪しい雰囲気になっている。こっち行けんの。行けない。そんなにいっぺんお相手できないわよ。一人でついてきていい？行こう。他の人たちどう思ってんだろうな。カミューとか一旦仲間たちと別れたってなんでそんな堂々といる。ちょなんか怖いんだけど、女性陣が本当にスケベね。勇者様が聞いて呆れるわ。勇者様も男性ですから仕方ありません。私は理解しているつもりですよ。いいな、せいやちゃん、君はちょっと怒ってるけど、いや勇者も疲れるんだよ本当に。やってるとさ、なんか悪魔の子とか言われてるしよ。たまには息抜きしなきゃやってらんねえよ。なんか雰囲気いいななんか普通のファミコン版だとさ、こう雰囲気とか全然分かんなかったけどさ、ちょっとこうやって3D にリアルになってるとなんかいいね。あの騙されるっていうのは分かってるけど、それでもドキドキしてしまう。悲しい。それが男のサガなのか。ベッドに座っててね。どうやって座んのこれ。明かりを消して暗くしてもいい？ダメ。そんな意地悪言わないで、消すわよ。無理やり消された。これは気持ちいい。どうだ坊主、わしのパフパフはいいだろう。全くパターンが一緒だ。私のお父さんよ、パフパフがとっても上手なの。わはは、じゃあわしはこれで。初めてのパフパフ体験したっていうことでいいのただ俺もあれだな、無表情だな。全くやる気がなくなったのか。肩こりが治ったでしょ、また来てね。ただだったの。でもただならいいや。あのおっさんどこにいた。だいたいね、どっかにいるんだよねおっさん。あ、いた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 。わしの娘に変な気を起こさんような、わはは。なんかセリフが全く一緒だな。どうだった、てんてんてん。そうか、じゃあ行こう。理解のある仲間たちだ。サーカスの方を覗いていきますか。チケット、あら、お客様ごめんなさいね。コントのサーカスのチケットはもう売り切れちゃったの。有名な旅芸人シルビアのショーがあるって、チケットも争奪戦だった。また今度いらしてくださいな。ゲー、行けないんだ。中に入れるこれ。勝手に入っていってけどいいのこれ。絶対ダメでしょ。あ、宝箱ある。取れんのこれ。ちょっと持ってくよ。空っぽだった。こんな場所まで忍び込んでくるなんて。さては私のファンね。いや別にファンでも何でもない。私を目の前にしてもしかして緊張しているのかしら。そんなに恥ずかしがらなくていいわよ。今度ここで私のショーを開くの。絶対にロマンチックな夜にしてみせるわ。あれこいつさ、なんかパッケージに似たやつじゃね。違うかな。なんかそんな感じだよね。
サーカスの団長、ファーリス祭の前には盛大なショーを開かせていただいている。今年はあの有名なルローの旅芸人シルビアさんが出演するとあって例年以上の売れ行き。シルビアさんがうちの代理になってくれればどんなに素敵だろうと思うんですが、自由を愛する身だそうで断られるんです。ほう、フリーランスか。まあ、今の世の中フリーランスか流行ってるからね。これダッシュできないの？あ、できた知らなかったダッシュできるじゃん、早い。あ、これ魔法の扉かだよね。鍵がかかって、あれ盗賊の扉はこれ違うな、鍵マークついてないもんね。ではちょっと、あ、こっちにクエストがある。クエストを先にやるか。絵の構図がね、なかなか決まらないね。こうガッとくるようなね、衝撃というかね、要するにね、絵はね、ガッとこないとダメだね。なんだこいつ。僕は画家。突っ立ってたおかげでテーマが決まった。致命的にやっぱあれが欠けている。あ、バクラバ赤軍とワイパーアンドック、それに加えてビーストモード。君が連携技ビーストモードを使って、バクラバ赤軍のワイパーアンドックを倒してくれたら間違いなくガッとくる。なんだそれ。そもそもビーストモードってどうやって使うの。まあいいや、やろう。レシピか、欲しいな。特定の3人が揃っていれば繰り出すことができる連携技。誰がゾーンになれば使えるのか知りたいときは強さを選んで A ボタンを押せば連携についてわかる。3人ってなかなか大変じゃないの。まあ、機会があったらやりましょう。魔法の小瓶、こっち側行ってないね。まあ、行ってないけど城の中行こう。いい加減。ここもオープンな城かな。誰でも入れる。サマディ城。サマディ王でしたらまっすぐ階段を登った先の玉座にいる。え、小さくね、サマディ城。これだけ？まあいいや。城の中駆け回ってるかな。行け。本日は絶好の好天となりまして、ファーレス杯という我が王子の16歳の誕生日を祝うレースにふさわしい。いや違うな、こんなスピーチではありきたりだ。民衆を楽しませることなどできん。なんだそなたたちは。今は客の相手をしている暇などない。出直してく。父上、ただいま訓練から戻りました。なんだこいつ、大げさなやつだな。キッサルモノ、信念を決して負けず国に忠節を尽くす。弱きを助け強きをくじく。どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。よろしい。今日も騎士道精神を忘れていないようだな。あ、一応あれ騎士道精神だったんだ。せいにゃ、踊り子の服だな。ファーリスよ、お前も今年で16歳。ファーリス杯では騎士の国の王子に恥じぬ勇敢な走りを期待しているぞ。お任せください父上、必ずや期待に応えてみせましょう。それではこれにて。ん？だこいつ、ジロジロと。その毛があんのか。失礼ですが旅の方、お名前は。
いいお名前ですね。何用で我がサマディを訪れたのです？大樹の枝を求めサマディにやってきたことを伝えた。うん、大樹の枝？もしやサマディの国宝、七色に輝く虹色の枝のことでしょうか。僕ならお役に立てるかもしれません。後で大階段を下り、左に曲がったところにある僕の部屋に来てください。お待ちしています。これなんか大臣みたいなやつかな。申し訳ないです、王様はファーリスタイのことで頭がいっぱい。暇だな、ここの王様も。でもそれでも話を聞いてはくれる。王妃様、私たちの自慢のファーリス、素敵な子だと思いません？はい、私たちが大事に育て上げたたった一人の息子、一時も怠らず鍛錬を積んで、なんて偉い子なのかしら。将来が楽しみでなりませんわ。ちょっと甘やかしてんじゃねえこいつ。王妃様、王妃様ってさ、こうなんか大体王様に似合わず。お、宝箱がある。かわいいよね。やはり権力か。1500円、これやべえ、やべえもん取っちったよ。あとは知らん、とりあえず逃げろ。俺は知らんぞ。超怪しい。走って去ってく。裏側ちょっと見たい、何かあるかもしんない。また貴重なものが。いや貴重なものはないと思うけど、金融詩人は男だから話しかけない。あ、こっからあれか、なんかレース見れるようになってんだね。ツボ目覚めの花。ほんと盗賊だよなこいつ。あ、ここにもある。ツボ猫砂。サバンナの水、コレクトマニア。あれ、もしかしてこの猫のものだったのか。すまん猫ちゃん。動物にも容赦がない。で、左の部屋ってなんだっけ。え、どっち、左向かって左の部屋、あ、じゃなくてこっから左手の部屋ね。先に漁らせてもらうぞ。あ、本がある、読ませてもらおう。ポジティブの勧め、立派なリーダーでありたいなら常にポジティブであれ。なんだこれ。レッツポジティブシンキング、かなり古い本。かすれた想定には古い文字で、ネルセンの秘伝書火の巻。え、ここ開く？開くね。羽帽子、あいつの装備か。ここら辺は何もない。あ、宝箱がある。これもパクっていいの？鉄の剣、これあいつの装備かな。だが俺は鉄の剣プラ1、プラ2だっけ、いいものを持ってるからな。これはもう売ってしまおう。夢見の花。じゃあ話しかけますか。おお、来てくれたか。わざわざ呼び出してすまなかったね。思った通りだ。身長も体格もぴったりだし、馬の扱いに長けていそうな顔をしている。どんな顔だよそれ。君たち虹色の枝を求めて来たんだっけ。残念だけどあれは国宝でね、旅人にあげられるものではないんだよ。だけど僕が父上に掛け合えばきっと虹色の枝を譲ってくれるだろう。その代わり僕の頼みを聞いてほしい。何、国宝そんな簡単に譲ってくれんの。ここでは誰が話を聞いてるかわからない。今城下町に来ているサーカス一座のショーを見ながら話をするってのはどうだい。いや、なんだそれ。まあいいや、それで。よし、決まりだ。それじゃあ夜に
城下町にあるサーカステントの前に来てくれ。時間に遅れないように頼むよ。いや別にさ、誰も聞かないだろこんなところ。てか王子の部屋って書いてあるけどさ、結構殺風景だね。なんもなくね。ここにさ本がちょろちょろって置いてあるだけでさ、あとなんかだだっ広い空間じゃん。ここにベッドが1個あってさ、いやー何の娯楽もないな。じゃあまあ夜はね、あれなんか言ってる、訓練してるね。夜は宿屋で夜にすればいいと思うんで、まあ、その前にそうだね、なんかゴールデンサボテンみたいなのを手に入れたいね。まあ、それは編集でサクサクっとやっていきますか。ちょっとこっち側見てない気がするんだよね。薬草降りて、一応部屋には入っていきますか。部屋っていうか家、もうなんもない。2階、ちょっとタンスっぽいやつだけ開けよう。獣の皮、何にもないか。では隣の民家へ行きましょう。 こいつはなんかついてってる。騎士様に子供たちの憧れなんだろうな。ここに野菜が置いてあるけど、あれパクられないのかね。治安はいいのか。シルビアという男、この前チラリと見かけたが、背が高くてキリッとしたハンサムじゃった。わしがもう少し若ければデートに誘った。クソ、世の中やはりイケメンか。なんもない。他はほん、あ、本あるね。サムディサーカスの歴史、まあいいよこれは。巨大なテントを作っていた。へえ。レシピが欲しいんだよね、レシピが。で、ここが教会で、なんか上に登れんな。あ、ここにもなんか、え、教会なの？家なの？ただ繋がってるだけだね。ちょっとこっち見たい。なんかあ、本がある。凶悪な魔物たち、過酷なバクラバ砂丘に生息する恐ろしく凶暴な魔物たち。ワイバーンドッグ、これなんかやれって言ってたよね。あ、夜行性って書いてある。デスコピオン、こいつもなんか強そうだな。砂漠クジラ、へえ、なんか強そうなやつがいっぱいいる。ここを開けるだけか。ここの家は旅人の服、誰もいない中堂々と入っていくからな。でパドックか、この真ん中のところ。あ、入れねえじゃんパドックは。じゃあ、あとちょっとこっちの横側、ここはレースハウス。馬の世話をすることが足の生きがい。へえ。まあいろんな仕事があるからね。一応入れるんだね。レースハウス、控え室かな。ここは王族控え室。ファーリス祭に出たいだと。残念だったな。ファーリス祭の登録はすでに終わっている。誰かが怪我でもしない限りファーリス祭に出場することは不可能。今回は見る方にして楽しむがよかろう。どうせ王子がさ、変わって出てくれって言うんだろ。あの王子なんか見かけ倒しっぽいからな。あれ、ちょっとこっち来たか。で、あいつはさっきの画家か。馬がいっぱいいるね。まあそんなところかな。だいたい町の探索も終わったんで、壺だけ割って教会に行って、今回は終わりにしますか。
シスターに話しかけよう。若いシスターかな。たまにおばあちゃんのシスターがいるからね。記念すべきファリスタイを前にしてみんなとっても楽しそう。例年ファリスタイの頃には砂漠の殺し屋という魔物が現れる。物騒だな。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回また続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。